今回は少しずつパーツを集めてやっと形になったアクアリウムについて紹介します。前から興味はあったのですが、難しそうでなかなか手を出すことができませんでした。私はアクアリウムの中でも小さいボトルを水槽として使うボトリウムに挑戦しています。
ちょっと初期費用はかかりますが、趣味としてこれから続けていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。